さあ、それじゃあですね、方言ニュース行ってみましょうか。今日の担当は植地和夫さんです。よろしくお願いします。はい、最後数よ動画中かなっておわちみせみ。さて、中夜7月の27日、旧暦うちなのくいめ中夜6月の29日にあたとおり、中琉球新報の記事からうちなのニュースうちてさびら。中のニュースを、銀座和下ショップが移転移るんでのニュースやいびんゆりなびら。沖縄県物産公社はこのほど取締役会を開き、運営する銀座和下ショップ本店の移転を決めました。沖縄県物産公社や今度この取締役会開き、生あちねそう銀座和下ショップの本店やうちいるぷてに君やびたん。物産公社は新型コロナウイルス化で業績が低迷しており、賃料の高い現在地から移転することで財務の改善を図るとみられます。物産公社やこの新型コロナウイルスの風知の災いのためにあちねえのあんすかできらんなって海賃海島の高さる生のところから落ちえることさあに、栗から後のパイシャミグラすることもマシナユンチウマリアビンウムトイビン。関係者によると、移転先として東京交通会館を検討しており、現在の店舗は来年1月まで営業を続け、2月以降に移転先で営業を再開したい考えです。和下ショップ のお話とせ、うちいるところ東京交通会館会うちし歓迎とおい、また生の町はやんの来年やんの1月まであちねやちきて、人ごちあとからやうのうちたる作るうとうてまたあちねするちむいやいびん。物産公社はおととしから続く新型コロナによる影響で、今年3月期決算は純損失6600万円を計上し、2期連続の赤字でした。物産公社やおととし日中から、知事長の新型コロナのために今年3月の決算数字目純損失うどきの6600万円のあて、2期連続たと地域で赤字イチャリアビランタン。別の関係者によると、東京オリンピックの開催などを背景に銀座和下ショップ本店が入居するビルの賃料が上昇しており、固定費の増大が課題となっていました。和下ショップのビチヌチのお話に、この東京オリンピックの当たるために銀座和下ショップ本店が一丁るビルの買いディマの上がって、固定費の増大明治支払えるの費用ちくりの多くな投資のお礼なちぶる薄いるわちゃれぐつとなっておいびいたん。現店舗の延べ面積はおよそ500平方メートルで、東京交通に入居した場合は半分程度になるものの、ピロティなどを有効活用して広さを補うとみられます。生の町屋の延べ床面積広さイークル500平方メートル150坪あて、東京交通会館の会いいね、おぬひるさや、なむの半分びけいじに、ないびいしが、ピロッティンチカヤに、ひるくなすんち歓迎とおびん。移転について、物産公社の担当者は、回答を控えたい、と語りました。うちいることについて、物産公社の担当者、あたりや、
回答を控えたい生や黙っておちゃべら、んち、片やびたん。銀座和紙とショップ本店は、1994年3月に開店し、地域の観光や歴史文化などを発信するアンテナショップとして、全国でも注目を集めていました。銀座和紙とショップ本店や、1994年、平成6年の3月に商売始めて、沖縄の観光、歴史文化、地底色のアンテナショップとし、全国、日本中からん、ミーチキラットオイビータン。昼夜、銀座和紙とショップが移転、うちいんでのニュース、22日の琉球新報の記事から指定されたん。また、あちゃ、石でやびら、二平でやびる。はい、どうもありがとうございました。今日の担当は、植地和夫さんでした。